日光山演技とは、栃木県の日光山にまつわる神々についての演技を、記したもの。上下二巻、本地物の一つ。ゆう宇宙城と、朝日長者その昔、とにあり、宇宙城という人がいた。最下優れた筆であったが、高刈りが大好きで朝廷の務めをおろそかにし、帝の怒りに触れたので、 いう宇宙城は野山にその姿を隠そうと、飼っていた雲城という名の高と犬の悪玉るの他は、友も連れず、青影という馬に乗って一人、都を去って行った。中城が、青影の歩むに任せて、道を行くと、やがて東国下付国の二良山に至った。その野原をなおも行くと三日目に、由緒ありげな館が、目の前に現れる。土地のものに、 いかなるものな館かと尋ねると、朝日長者という東国では、隠れもない有名なお方ですと答えた。さらに言うことには、朝日長者には十四になる姫君が一人いるという。中条はその姫君に興味を持ち、話を聞いた土地の者の,のつてで、姫君に恋文を届けさせた。姫君の母や、父朝日長者はその文を見て、これは、ただものではないと館に招き入れると、 案に相違せずその立派な姿に、長者は満足し、中条を向こ婿に迎え入れたのだった。つまり側中条と姫君は仲良く暮らし、六年が経った。一方とでは、言中条が突然姿を消したので、中条の両親の嘆きは一方ではなかった。その頃中条も夢に、母親が出て、お前のことを思う、あまりに私は、死んでしまったというのでとが恋しくなり、 ひとまず戸へ帰ることとなった。姫君は自分も連れて行ってほしいと中将に頼んだが、今回は連れてはいけないという。姫君は中将に途中でつまり川という川があるが、その川の水を飲むと夫は二度と妻には会えないと言われているので絶対に飲まないでくださいと言った。中将は来た時と同じように、 高の雲城と犬の悪丸を連れ、青影に乗り長者の館を出て戸へ向かった。中将が青影に乗って、道を行くと、つまり側に至った。長川を目の前にして中将は、喉の渇きに抗えず、ついに川の水を飲んでしまう。ところが、具合が悪くなり、中将は川の側の延べにいつかも病み伏せる。それから、中将は、なんとか用体を持ち直したが、 自分の命はもう長くはないと思われる。心静かになれるところに、私を連れて行けと青影に命じたので、青影は、二さ山の山中に中条を連れて行った。中条はそこで母と姫君に当てて、文を書き、青影をとに、雲上を姫君のもとにとそれぞれ文を届けに行かせた。一方姫君は、中条のことが気になりついに館を出て、つまり側に至ると、雲上が現れ文を落とした。 姫君はそれを見て、返事を書き、それを雲上に持たせて、中将のところへ行かせた。阿武熊川その頃都では、中将の母は亡くなっていた。そこに、中将の乗っていた青影が、カーテの文をつけて現れる。中将の父である大将がその文を見ると、この世の暇を述べた、和歌なのでその嘆きは、たとえようもない。ゆう中将には優勢の少将という弟がいたが、 中条を探すために、父大将に糸まごいをし、青影に乗りその歩みに任せると、果たして中条のところに行き着いたが、すでに中条は亡くなっていた。傍らには姫君の返事もある。少将はこのありさまを見て嘆き悲しんだが、姫君の文を見てこの女の行方を尋ねようとまた、道を行くと、つまり側で姫君に出会った。少将は、自分が中条の弟であることを話し、 せめて亡くなった中条の遺体を見せたいと姫君を馬に乗せて連れて行った。これによりつまり側をアフクマ川と呼ぶようにはなったのである。閻魔王さていう,う中条は死後、閻魔王のいる閻魔王宮にいた。ところがさらにそこに現れたのは中条の母と妻の姫君だった。二人は互いの姿を見て涙を流す。閻魔王に仕える苦笑神は、 この二人の女はまだ死ぬべき時ではないので、シャバに返す。しかし、ユウウチュジョはその寿命が尽きている。この上は、清針の鏡を持って地獄に落ちるかどうか、罪を正そうと言って、清針鏡を覗いた。そこに映ったものとは、ユウウチュジョの前世は、二良山の漁師だった。その漁師の母は山に入りた木々や好みを取り、漁師は鹿を狩るために山に入った。ある 母は寒さを防ぐために鹿の毛皮でできた着物を着て山に入ったが息子の漁師はそれを鹿と見誤って母を弓でいてしまったのである。漁師はこのように貧しい暮らしをしていなければ山に入ることもなくこんな目に遭うこともなかったのにと嘆き悲しんだが母親は息絶えた。漁師は次のように思った。願わくば自分はこの山の神となり、 何度生まれ変わろうとも自分たちのように貧苦に遭う者を助けようと。縁馬王は漁師が立てたこの願いを聞き届け、これを果たさせるために中条をシャバへとよみがえらせた。馬頭御前と小野猿丸中条がよみがえって、その後、姫君は解任し男子を一人産んだ。その名を馬頭御前という。中条は後に帰ると大将に昇進し、朝日長者には道の区国を治めさせた。 馬頭午前は七歳になって都に登り、十五歳には、少々に、それからほどなくして、中納言にまで出世した。その後、馬頭午前こと中納言はまた東国に下り、朝日長者のとにいたことがあったが、その時朝日長者に仕える次女に男の子を産ませていた。しかしその子はあまりにも要望が醜かったので、中納言は都に登らせなかった。中納言の子は、欧州小野というところに住み、 なお、小野猿丸と称した。猿丸は、弓の名手となり、飛ぶ鳥だろうと地を走る獣だろうと、いられないものはなかった。日光権元と赤木大明神の争いさて、遊宇宙城は大将になっていく幕もなく、神と現れて下屋国の鎮守すなわち、日光権元となったが、日光権元と上野国の赤木大明神は、互いの神域に接する湖をどちらのものにするかで、 たびたび争った。しかしなかなか決着がつかなかった。日光権限は、鹿島大明神を呼んで、このことについて相談した。すると、鹿島大明神は、あなたの孫に、猿丸大部という弓の名人がいるから、彼を頼みにしてはどうかという。そこで、女体権限が姿をしかと変え、道の区の懐かし山へと赴き、 サルマル大部を見つけたが、サルマルは鹿の姿の女大権限を見て良い獲物がいたと、その後を追って行った。女大権限はサルマルを日光山まで誘い入れると姿を消し、代わって日光権限が現れ、サルマル大部に次のように行った。自分は万願権限である。上野国の赤木大名人が、我が国下付の湖や山を奪おうとしているので、 何時は弓においては天下無双の聞こえあれば我らに力を貸してはくれないかと。サルマル大部はこれを了承した。サルマル大部の活躍そのあくる日はいよいよ決戦の日となった。日光権元はオロチの姿となり、その従える新兵は文化のごとく飛び出す中でサルマル大部はイブはを立て、その上から敵が来るのを待ち構えていた。すると湖に 大きなムカデに姿を変えた赤木大名人が現れる。サルマル大部はそのムカデめがけて矢を射ると矢はムカデの左目に命中した。ムカデはそのまま退散し、戦いは日光権限が勝利した。日光権限はサルマルの働きに感じ入り、汝の働きでこの国を守ることができた。汝はそもそも我が孫に当たるから、今からこの国を汝に譲る。 我が小太郎大明神と共にこの山のふもとの人々を助け守るがよい。そして、何時をこの山の神主としようと言ったので、猿丸は喜びのあまりに舞い踊り歌を歌った。それで、湖の南の岸を歌の浜とは言うのである。すると、空から紫の雲が降りてきて、その雲の中より一羽の鶴が現れた。その羽の上には左に馬頭、観音、 右に聖子菩薩が現れていると見るや、鶴は女の姿に変じて、猿丸に次のように告げた。馬頭観音は太郎大名人、聖子菩薩は南寺猿丸の本寺である。南寺は、御の森の神となって、主情を導くがよいと。鷹の雲上は、本寺国造菩薩、悪丸は、地蔵菩薩、青影は、実は、馬頭御前に生まれ変わり、さらに馬頭観音として現れた。 幽中城は南大権現その本寺は千樹観音、またその妻の姫君は女大権現にして阿弥陀如来の化身である。後に太郎大明神は下屋国河内郡の庄司さんに鎮座して若札落大明神と格子人々の尊愁を集めたのである。この日光山縁には室町時代後期の成立と言われている。 日本思想体系に収録される本文を見ると、しかし疑問に思われるところがいくつかある。月刊冒頭では死して、地獄の閻魔宮に行った遊宇宙城の前に、母と姫君が現れるのであるが、母親の方は上官において死去していることが、記されているものの、姫君については死んだなどという記述はない。上官の末尾では優勢の少将が姫君を青陰に、 乗せなくなったいう宇宙城のところに連れて行こうとし、ついでにあぶくま川の名の由来も述べて、巻きを終えている。その原文は、我、は身をやつしつつ、旅人などのようにて、友な紐をさせ切るけり。それよりつまり川は福マ川とはもうせりとある。しかし、身をやつしとは優勢少々のことであるが、なぜ身をやつす必要があったのか、その理由は記されない。またいう宇宙城は、 上官の中で三度ほど人に当てて文を書いているが、上の郊外では略したがこれは全て和歌である。そして二人山で最後を迎える時にも、自生の和歌を読んで事切れる。下巻の内容が、小野猿丸が活躍する神仏の演技端という、趣が強いのに対して、上官の内容はどちらかといえば、伊勢物語や、源氏物語以来の王朝物語の流れを組む。 奇種流離感と見られなくもない。その本文には何か憶測を巡らしたくなるようなところがいろいろとあるが、この演技自体は日光山における山岳信仰を象徴するものの一つであることは間違いないと言えよう。なお本文に善を誤訴に表すとあり、誤訴とは絵画のことを指すので、当初この演技は絵巻物か衰弱曼羅に類する絵を説く。 最の師匠として作られたとみられる。日光山演技に登場する、小野猿丸と同一人とされる、猿丸大部、36火星学より、下巻に登場する小野猿丸という人物の由来は、古いらしく、南北朝時代に成立した、新東州の日光権元,元寺には、王石に赤木の大名人と伊佐カつサラマオゴとあり、この、サラマを、オンサラマと読みこれが、 オノサルマルのことだという。文明16年の年がある、宇都宮大明神代,代気づいのことにはその名を、御猿王マロとするので、サラマの、まとは、マロの誤射の可能性もあるが、いずれにしても、オノサルマルという名前そのままではないようである。ちなみに、宇都宮に荒山神社は祭神を太郎大明神と、するが、祭神は、 この小野猿丸であるという伝承があったことを、林良山著の二良山の神殿他は記している。南合津地方では、弓の名手である猿丸は、日光権限を助けた漁師の子孫であり守り神であるという信仰があり、その地方の漁師は猿丸の子孫と称し、これを祀ることがあったという。また、鎌倉時代後期の成立といわれる、俗古時代の末期第四には、宇都宮は、 本源の別宮なり、カリウド、鹿の頭を友祭り者にすとぞという記事がある。宇都宮とは、宇都宮二ら山の神社のことで、この社にカリウドが獲物の鹿の首を祭りの備え物として奉納していたということである。日光山縁起も含めこれらからは、カリウドすなわち漁師たちには宇都宮は元より、日光山に対する信仰が古くからあり、そして、 日光山をめぐる伝説の中に、自分たち漁師の代表として、小野猿丸という人物を形成していったと見るのは、容易である。この猿丸は、日光山演技の本文でも見られるように、民間伝承では36河川の猿丸大部と、結びつけられる。猿丸大部は、古今和歌集のマナージョにその名が出てくる他は、一切が不明の人物である。 しかし、オノサルマルというのが当初からの名ではなく、古くは、サラマとも、また、オンサローマルとも称したのであれば、同じ、サルながりでの後付けによる、不快の可能性が高いと言える。何にせよ、オノサルマルは、伝説上の人物であり、その実在を確認することはできない。ありがとうございます。